大阪府摂津市で3歳の男の子が熱湯をかけら、死亡した事件で、大阪府は外部の有識者によ、検証部会を立ち上げました。2021年8月、摂津市で新た、桜里斗ちゃん3んが熱湯を浴びせられ死亡し、母の交際相手の松原匠容疑者24が殺人の疑い、逮捕されました。摂津市には事件前、 母親の血から虐待を疑う情報が寄せられていて、大阪の児童相談所としは、母親についても、第三者らの暴力を放置するといったネグレクトがると判断していました。しかし、一時保護夜景への通報など踏み込んだ対応が取られなかったことから、大阪府は、医師や大学教授ら外部有識者による検証を始めました。検証部会は後、あと、 行政の対応に問題がなかったか調査を重る方針です。